ハルト、ピザの準備はできたか？はい。それじゃあ配達を急いでくれ。もう40分も遅れてる。お客様怒ってるかもしれませんね。大急ぎで配達行ってきます。頼んだぞ。よし。絶対お客様怒ってるだろうな。遅い遅い遅い。この時間は混んでて忙しいじゃない。そんなにイライラしなくても。私はお腹が空くとイライラするの。配達時間を守れないなんて絶対タダにさせるんだから。私が出るわ。はーい。ちょっとどれだけ待たせるのよ。はあ、申し訳ありません。遅くなってしまって。いいえ、これぐらい遅れたって全然大丈夫です。え、さっきあんなにブチ切れてたのに。あー、優しいお客様でよかった。僕すっごく怒られるんじゃないかって覚悟してきたのに。そんな笑顔で許してもらえるなんて救われました。ありがとうございます。いいえ。おいくらかしら。2000円ですけど、遅くなってしまったので半額にさせていただきます。そんな、半額なんて悪いの。はい、ちゃんと払います。2000円で、絶対タダにさせるって言ってたくせに。ねえ、あなた、お名前は？え、ハルトって言います。ハルトくんね。私はエミコ。ちなみに漢字は合格だ。笑うのエミに子供の子。エミコさんか。名前の通り、ほんと笑顔が素敵ですね。今日はピザーラをご利用してくださってありがとうございました。ええ、また頼むわね。ハルトくん、ありがとう。ちょっとエミコ、あんたまさか。当たり前じゃない。聞いたでしょ、私の笑顔が素敵だって。出会ってくれてありがとうって。そんなこといつ言った。ほんと思い込みの癖がすごい。ハルトくん、待っててね。ハルトくん、バイトあるんでしょ。私も今日はカフェのバイトだから一緒に行こう。うん、いいよ。ピザ屋さんとカフェはお隣同士だしね。それじゃあ今日バイト終わる時間8時だから、終わったら外で待ってるね。うん、私も8時までだから着替えたらすぐに出てくるね。それじゃあお互い頑張ろうね。店長、お疲れ様です。はい、今日もよろしくね。今日は紹介したい子がいるの。こちら、パティシエを目指して今日から実習に来てるエミコちゃんよ。こんにちは、私エミコって言います。笑うのエミに子供の子でエミコです。エミコさん、なんてぴったりな名前なの。笑顔が素敵なお姉さんって感じ。私はリカ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ私ちょっと着替えてきます。はい。私は今焼いたばかりのカップケーキを並べてと見せかけてこのカフェならピザ屋さんの隣だから、ピザ屋さんで働いてるハルトくんによく会えるわよね。あ、ハルトくんだわ。ハルトくん。え、あ、昨日のエミコさん、どうしてカフェに。あ、もしかしてその格好パティシエだったの。ううん、まだ実習生よ。今日からこのカフェに実習に来ることになったから、これで私たちいつでも会えるね。なんかエミコさんがニコニコしながら作るお菓子を食べたら幸せになれそうな気がするよ。もうやだ、そんなハルトくん。エミコもっと顔が似合ってちゃう。あ、それじゃあ僕また早く配達に行かないといけないので、お互い頑張ろう。いってらっしゃい。お互い頑張ろうだなんて、まるで夫婦みたいな会話だわ。よーし、明日はハルトのために愛を込めてお菓子作っちゃおう。ふっふふ、ハルトに会えてから元気満タン。あ、エミコさん、どこに行ってたんですか。大好きな人がすぐそこにいるから会ってたの。それよりリカちゃん、その制服すっごく可愛いわね。私も今度これ借りてきてみてもいい？もちろん、エミコさんも可愛いからきっと似合うと思います。そう？8時になったからカフェもおしまい。ハルトくん待ってるから早く着替えなきゃ。エミコさん、お先に失礼します。はい、お疲れ様。あ、そういえばリカちゃんの連絡先聞いてなかったわ。ごめん、お待たせ。お疲れ様。ハルトくんこそお疲れ様。じゃあ帰ろっか。リカちゃんも私のハルトを狙ってるっていうの？渡さないわよ。リカちゃんなんかに負けてられないわ。ハルトは私のものなんだから。よし、できた。ここに準備しておいて、もうそろそろハルトバイトに来る頃かな。あ、エミコさん、こんにちは。今日も仕事ですか？うん、ハルトに渡したいものがあるの。あと5分したらこっちに来て。
わかりました。じゃあ着替えたら行きますね。うん、ハルトが来る前にあの可愛い制服借りちゃおう。お待たせしました。あれ？あの制服姿はリカちゃんだよね。今日バイト休みって言ってたけど変わったのかな？気づいてないみたいだし、後ろからそーっと行って驚かしてやろう。そーっとそーっと。わあ！あ、エミコさん？すみません。その制服着てたからてっきり。もうハルトってばせっかちさんね。そんな焦らないで。そんな、こんなのもらっていいんですか？ありがとう。いただきまーす。おいしい。私の愛称手作りケーキ食べたわね。これで今日が私たちの記念日に決定。これからもずっと仲良くしようね、ハルト。え、記念日？ずっと仲良く？あのエミコさん、それってどういう…ミカちゃん、急に立ち止まってどうしたの？そうだよ、今日は美味しいスイーツを。あれはスマイルガール、エミコ。リカちゃん、ハルト君、どういうこと？なんで今エミコさんと手を握り合ってたの？いや、それはちょうど私たち今付き合うことになったの。え、付き合うってね、ハルト君。どういうこと？いや、そんなわけないでしょ。それはリカちゃんの制服を着てたから間違えて。ハルト、それに言ったよね。ピザを届けに来た時、私の笑顔に救われたって。出会ってくれてありがとうって。私の作ったお菓子を一緒に食べて幸せになろうって。いや、2番目と3番目は言ってない。リカちゃん、この人が言ってることは違うから信じないで。そうだよ、前にもケンタ先生とビクトリア先生の仲を壊そうとしたんだよ。あなたたちごちゃごちゃうるさいのよ。確かケンタの時もいたわよね。ケンタは私のことが好きだったのに、あなたたちのせいで私たちは引き裂かれたんだからね。今度こそ私たちの邪魔をしないでよね。出た、スマイルガールの二重人格。エミコ、邪魔してるのはあんたの方よ。ほら帰るわよ。ちょっと、そういうことだからお願い信じて。僕が好きなのはリカちゃんだけだから。わかった、ハルト君を信じるよ。あのスマイルガールエミコさん、悪い人ではなさそうなんだけどね。そして次にエミコが好きになったのはジョージー。私たちしばらくお別れね。こうなってしまったのも仕方ないよ。こうなったのも運命だよ。さあ早く行くんだよ。もうこのまま行ってくれだよ。もう二人とも大げさなんだから仕方ないじゃない。ジェシカおばちゃんがクラブではしゃぎすぎて転んで骨折しちゃったんだから。イエイイエイ、あげみさん。それで一晩泊まって看病してあげるんでしょ、ママ。早く行くば、ブー。二人ともママと離れるのが寂しくないの？冷たいのね。じゃあ行ってくるわ、ジョージ。さようなら。体に気をつけろよ。二人とも大げさな。ねえパパ、いつまでも泣いてばかりいないで買い物にでも行こうよ。ドロシー、ケーキが食べたいバーブー。おお、二人ともすまないよ。よし、いつまでもメソメソしてないで新しくできたカフェにケーキを買いに行くよ。行こう。私が作ったロールケーキにキティちゃんケーキ、今日も上手にできた。私が結婚して子供が生まれたらね、作ってあげるのにな。エミコの作るケーキは本当に美味しいな。エミコ、いつもいつもありがとうな。ママ、ありがとう。私も早く結婚して子供が欲しいわ。ケンタ先生は元カノとよりを戻しちゃうし、ハルトはリカちゃんに横取りされちゃうし、私の運命の相手はいつ現れるのかしら。こんにちは、イエーイ。いらっしゃいませ。
私が作ったロールケーキが可愛いですって。あのマカロンも可愛いわ。ふぅー、まあ、あの形ったらなんて可愛いの。それね、2つとも私が作って今出したばかりなの。おお、君が作ったのか。すごく上手だね。そんな、ありがとうございます。あの、よかったらこちらのテーブルにどうぞ。褒めてもらったお礼に飲み物をサービスします。ありがとう、イエーイ。じゃあ、2人ともそこに座りなさい、イエーイ。喉渇いたバーボー。お姉さん、ありがとうございます。いいえ、ちょっと待っててくださいね。素敵で優しいことに礼儀正しくて可愛い娘たち、私の理想の家族だわ。はい、どうぞ。このお店自慢のミルクティーにカフェラテよ。そしてお目目の大きい可愛いあなたにはカルピスミルクを用意したわ。そしてこれはさっきのケーキを切ったショートケーキです。よかったら味見してみてください。やったー、美味しそう。パパは外トイレに行ってくるからいただいてなさい。イエーイ。はーい。おー、美味しい。あー、ママにもこんな美味しいケーキ食べさせてあげたかったね。あら、そういえばママはどうしたの。ママはいないバーボー。遠くへ行ってしまったバーボー。えー、こんな可愛い子たちを置いて遠くへですって。家出なの、それとも病気で天国。そうか、それであの人は男で一つをこの子たちを一生懸命育ててるのね。大変なはずなのに、イエーイって明るく振る舞っちゃって。そういうことなら放っておけないわ。これからはこのエミコがあなたたちに寂しい思いはさせません。いいよくさん、いいママになるからね。あー、お待たせお待たせ、イエーイ。ごちそうさまでした、イエーイ。君、こんな美味しいケーキを作れるなんて将来いいママになる、イエーイ。そんな、将来なんてそんなに長いこと待たせません。今日仕事が終わったら早速何やります。なんちゃって恥ずかしい。あ、そうだ、私の名前はエミコ、笑いのエミに子供の子でエミコです。あ、大変、あなたの名前を聞いてなかったわ。エミコか、可愛い名前だ、イエーイ。俺はジョージ、この子たちはチェルシーにドロシー。それじゃあ持ち帰りにこのハートマカロンとケーキをもらっちゃおうかな、イエーイ。ありがとうございます。そうだ、お家を教えてもらわなきゃ。ポイントカードを作った方がいいわね。ここに住所をお願いします。ポイントカードに住所か、イエーイ。まあいいけど、イエーイ。よし、これで準備は整ったわ。じゃあみんな、ちょっとの間寂しいかもしれないけど仕事が終わったらすぐに行くから大丈夫よ。待っててね。ねえねえパパ、あの人最後になんか変なこと言ってなかった？準備は整ったとか、すぐ行くから待っててねとか。嫌な予感がするバーブー。おお、よく聞いてなかったよ。暴れ馬だ、イエーイ。キャー、パパ怖い。楽しいバーブー。あ、もしかしてママが早く帰ってきたのかな。ママだ。懐いてくれた方が嬉しいし、夕飯はまだでしょ。買い物もしてきたし、急いで作るから座って待っててね。え、エミコさんがどうして料理を作ってくれるの？やっぱりこの人変わってるか。何がなんだかわからないけど、君に料理を作ってもらうなんて悪いよ。もう遠慮しないで。水臭いわね。私たち家族になるんだから、キッチンお借りします。あ、お借りしますなんて他人行儀ね。もうすぐ私のキッチンになるのに。どういうこと？はい、できました。さあ、あなた、チェリシーちゃん、ダラシーちゃんも座りなさい。あなた、エミコの言ってることよくわからないが、せっかく作ってくれたんだから、ほら、お前たちもいただくよ。うん、いただきます。おー、ケーキも上手だが料理もうまいよ。うん、ほんとだね、おいしいです。やったー、これで全て合格ね。明日引っ越してこようかしら。え、ただいまー。あら、あなた誰？でもそんなことより、じゃあ寂しかったわ。
姉ちゃん家族の写真ばっか見て泣いてばっかりで何もしないじゃん。私もそんなひどくないし、何もしないならもう帰っていいんだけど。っていうから帰ってきちゃった。ところで上司、こちらはどなた？どなたじゃないよ。私は上司の新しい奥さんで、この子たちの新しいママよ。たった半日留守しただけでどういうこと？夫と子供を捨てて出て行っておきながら今さら何帰ってきてんだよ。私がジョージと子供たちを幸せにするって決めたんだからね。え？なんかお隣さんが騒がしいんだけど何？いつものエクササイズとは違ううるささが。ギヒー！あれは思い込みひどすぎ女、スマイルガールエミコじゃん。なんでエクササイズおばさんのお家にいるの？ママになるってどういうこと？だってジョージ言ったよね、この子たちのいいママになるイエーイって。エミコかわいいイエーイって。ありがとうイエーイって。この子なんなの？ねえ、本当なのジョージ？いや、言ってないね。ジョージ言ったじゃない、あなたたちもエミコママのご飯は最高だ、美味しいって言ったじゃない。いや、言ってない。バーブー、こっちです、こっちです。エミコー、あんたまた今度はこんな仲良し家族にまで迷惑かけて。たくさんの食材抱えてルンルン歩いてるあんたを見かけたから後をついてきてみたら、やっぱり本当にすみません。この子は私たちが連れて帰りますから。私はいい奥さんになるんだから、ジョージー、チェルシー、ドラシー。最後まで何が何だかよくわからなかったけど、俺の愛する奥さんはリンダだけど、イエーイ、信じてくれだ、イエーイ。私もわけわかんないけど愛してるジョージを信じるよ。あのエミコさんって人何だったんだろうね。迷惑の癖が強すぎるバーブー。ふぅ、ほんと勘違いがすごいスマイルガールエミコだ。だけどそんなエミコにもいいことが。翼ちゃんを怒らせちまったよ。でも翼ちゃんもちょっと怒りすぎなんだよな。俺と翼ちゃんって本当は相性悪いのかな。ああ、私の運命の相手の人はいつ現れるのかしら。今まで出会った人はみんな私のこと大好きだったのに全部ダメになっちゃうし。手相占い、恐ろしいほどよく当たる。はいはいはい、悩みを強烈を占ってください。ちょっと見てもらおうかな。ではお姉さんは、私が俺っちの手相どうすか？ふむふむ、お兄さんは女男の相が出ていますよ。女男ってなんだよ。今の彼女とこのまま付き合うとなると、あんたはすごく苦労をするだろうね。本当に？やべえ、恐ろしいほどよく当たる。そっか、だから俺っちと翼ちゃんは喧嘩ばかりになるのか。あなたは大変モテる女性のようね。でも今まで出会った男たちは運命の相手ではない。すごい、私がすっごくモテるなんてなんで分かったんですか？恐ろしいほどよく当たるって本当だったのね。じゃあ私が運命の相手に出会うのはこれからってことね。あなたの運命の相手はすぐ近くにいます。すぐ近くだって？まさか、君が運命の人？いやー、でもあの二人の言ったこと本当かな？君、気にしなくていいからね。いいえ、あの人私のこととってもよくわかっています。だから私は信じます。私の名前はエミコ、笑いのエミに子供の子って書きます。へえ、エミコちゃんか。そういえば君すっごく笑顔が可愛いもんね。翼ちゃんもエミコちゃんくらいいつもニコニコしててほしいんだけどな。翼ちゃんって俺っちの彼女なんだけど、なかなか怖いんだよね。ま、怒る原因を作っちゃう俺が悪いんだけどさ。だけどさっきの占い師も俺と翼ちゃん相性悪いって言ってたしな。レン君かわいそう。エミコが明日その翼ちゃんに会って話をするわ。エミコちゃんが？なんで？
もう少し彼氏に優しくしてあげてとかアドバイスでもしてくれるのか。そういうことならよろしく、エミコちゃん。わかったわ、任せといて、レン。さっき出会ったばかりなのに、もう呼び捨て。翼ちゃん、仲直りしようよ。今回という今回は絶対許さないんだからね。ふん、そんな、翼ちゃん。もう、しょっちゅう喧嘩ばかりして、よく飽きないよね、あの二人。まあでも喧嘩するほど仲がいいって言うしね。あなたたち何も分かってないわね。どうしたんですか、こんなところで。あなたこそこんなところで何してるのよ。僕たち今から学校です。え、あそこにいるレンも友達なの？え、レン？はい、レン君もその彼女の翼ちゃんもみんな友達です。あの子が翼なのね。わかったわ、今となってはハルトのこともどうでもいいから、またね。もしかしてエミコさん、次は。なあ、だから翼ちゃん、ちょっと待ちなさい。ああ、エミコちゃん、ちょうどいいところに来た、言ってやってよ翼ちゃんに。もちろんよ、レン。ちょっとあなた、レンと別れてちょうだい。いや、別れなくってもちょっと優しくなってくれたらいいんだけど。エミコちゃん、それを言ってくれるんじゃなかったの？はあ、そもそもあんた誰？私はエミコ、笑うのエミに子供の子でエミコ。私がレンの本当の運命の相手なの。だから別れてちょうだい。ちょっと待って、全く意味がわかんないんだけど。何言ってるの？喧嘩ばかりしても私がレンの彼女なのよ。別れたりなんてしないわ。はあ。ちょっと翼ちゃん、エミコちゃん。わかりましたわ。それでは二人でレン君をめぐって対決をしてはいかがでしょうか。対決？いいわ、受けてたどうじゃない。私だって負けないわよ。それでは家庭科室へ向かいましょう。望むところよ。ねえ、これ一体どうなるの？まずはお料理対決。私はパティシエを目指してる料理上手のエミコよ。私だってやるときはやるわよ。まずは私の番ね。まずはパンをこんがりと焼いて、このニンニク味噌をたっぷり塗って、シャキシャキレタスとカリカリベーコンを挟む。パセリを添えて。レン、できたわ。やだ、朝からニンニクなんて口臭くなっちゃう。私はパティシエならではのデザートを作るわ。バナナをたっぷり使ったチョコバナナタルトと、採れたてフルーツをたっぷり使ったフルーツタルト、甘いプルンプルンのクリームも一緒に。キャン、レン、召し上がれ。どっちが何を作ったかわからないように、レン君には隣の教室へ行っていただいていました。さあ、どちらの方が美味しいか、レン君、実食をお願いいたします。いただきます。二人からの視線が痛いぜ。まずはこのうまそうなカツサンドみたいなのから。おーおー、これ結構ニンニクやっべー。ニンニク好きじゃない。俺っちニンニクは好きだけど、朝からこんなにたっぷりのニンニクはちょっときついかもしれないな。はあ。おー、こっちは甘いのか。うまそう、いただきます。おー、朝からこれはとろけるぜ。デザートはやっぱりいつでも別腹だよな。やだ、そんなに喜んでくれたら毎日作るわ。レン君の反応ですぐに決まっちゃいましたね。よってこの料理対決はエミコさんに勝ち。翼ちゃん、ごめん。まあ、一生ニンニク料理作ってやんない。悔しい。余裕だわ。こいつ。翼ちゃん、次頑張って。ではでは、次は女の子ならおしゃれ対決ですわ。私のメイク道具や衣装を貸して差し上げて。はい、お嬢様、かしこまりました。こちらにカレン様の衣装がたくさんご用意しております。ご自身でおしゃれだと思うのを選んでいただけますか。何を着てもよろしいです。ここは私の得意分野ね。今まで
のエミコとは違うエミコを見せてあげるわ。我ながらこの服なかなか似合ってると思うわ。紫のメッシュに合わせて紫の服を選んでみたの。髪型も少しヘアアレンジしてアイシャドウをいつもよりもう少し濃く塗っていこうかしら。ビューラーでもう少しまつげを上げてリップを塗ったら完成。いつもより少しオシャレな私の完成。私はいつものエミコよりちょっと違うエミコを見せたいからこれにするわ。白い蝶々のタイツはとても可愛いし、ミニスカ丈で男はメロメロ、トップスのリボンも可愛いでしょ。っていうかエミコは何を着ても可愛いんだった。ヘアアレンジは元気な女の子をイメージしてできた。ツインテールエミコ。さあレン君、どちらが可愛いか選んでください。やだよレンったら、そんなに喜ばなくても。え、やべえやべえ、翼ちゃんすっげえ可愛いよ。その服もそのヘアスタイルもよく似合ってるし、やっべー、鼻血が出そうだぜ。ほら見なさい、可愛さではあなたには負けないわよ。悔しい。これで翼ちゃんとエミコちゃん一対一で同点ですわね。最後の勝負はラブレター対決にしましょう。二人ともレン君に対する気持ちを手紙にして読んで差し上げてください。俺っちに対する気持ちだって、なんかドキドキするな。よし、これで決着つけるわよ。私ってなかなか素直に気持ちを言えないけど頑張ろう。それに今さらレンに気持ちを書くなんて、なんて書いたらいいのか。あれ、なかなか書けないってことはその程度の気持ちなのね。やっぱりレンはエミコがもらうわ。違うわよ、集中してるだけよ。はい、書けました。私から読みます。すっごく笑顔が可愛いねって言ってくれたレン。いつも隣でニコニコしてほしいって言ってくれたレン。これからもよろしくって言ってくれたレン。こちらこそよろしくね。一緒に幸せになろうね、レン。エミコより。キャー、恥ずかしい。俺そんなこと一言も言ってないんですけど。はい、じゃあ私も読むわ。浮気者でお調子者で私を怒らせることばかりするレンだけど、本当はそんなレンが大好きだよ。これからもいっぱい喧嘩していっぱい仲良くしようね、翼。翼ちゃん、俺っちも翼ちゃんが大好きだよ。ありがとう翼ちゃん。今回のことはもう許す、大好きだから。俺っちも大好きだぜ。はい、この勝負翼ちゃんの決まりのようですね。何言ってるのよ。手相の占いで私たちが運命の二人って言われたのよ。エミコ、その占い師ってもしかしてこの人たち？この二人の占いはインチキだってこの辺じゃ有名よ。そんなの真に受けてまた人に迷惑かけて、皆さんまたまたご迷惑をおかけしました。ほらエミコ、行くわよ。いやー、レンこそは本当に運命の人なのに。もうお騒がせな人なんだから、あんたもね。はーい、ごめんなさい。なかなか恋が実らないエミコはケイちゃんパパの元でアルバイトをすることに。ここが俺の新しいお店だ、どうだ。へえ、とってもおしゃれでいい感じじゃない。お店っていうからちゃんと建物のあるお店かと思ったけど、これはこれで気楽に立ち寄れる感じでいいわね。ブランコも可愛いし。だろう、ここでちょっとお茶って感じね。あ、あっちがケーキ屋さん、こっちがお花屋さんで分かれてるのね。ケーキを買いに来て隣に可愛い花があればそれも一緒に買って帰りたくなるだろう。そうね、この素敵なお店にぴったりなバイトさんが見つかるといいわね。そろそろ一人目の面接の子が来るはずなんだが。あ、あの子かな。こんにちは、こちらが新しくできるカフェですか。私バイトの面接に来ました。はじめまして、僕はこのお店のオーナーケンだ。私はマドカ、よろしくお願いします。え、この子なんでケンに抱きついてるの。 おいおいマドカちゃん、僕の奥さんのバービーがびっくりしてるじゃないか。あ、いけない、ついアメリカ暮らしの時の癖が出ちゃって、私誰にでもハグで挨拶しちゃうの。だから奥さんもよろしくお願いします。ずいぶんフレンドリーな子なのね。
それじゃあ早速面接を始めるんだけど、君はどうしてこのお店で働きたいと思ったの？私、英語が話せるので、それを活かした仕事がしたくって、カフェにも外国の方は来るだろうから、お役に立てるかなーって。例えば、How about a delicious coffee? とか。へー。ありがとう。今から他にも面接を受ける人がいるから、また連絡するよ。ずいぶん明るくて人懐っこい子だな。英語ができるのはすごいけど、でもこの街にはあまり外国語を話す人は来ないわ。だからあまり必要ないかもしれないわね。とりあえず次の面接だ。あ、来たぞ。失礼。こちらカフェの面接会場でしょうか？ええ、そうですが、あなたがカフェの面接希望の方ですか？いえ、私ではなく、お嬢様、こちらです。失礼いたします。私この度こちらのバイトに応募いたしました、カレンと申します。これはまたさっきのこと違って、なんて丁寧な。その言葉遣いに佇まい。君はお嬢様なのかな？バイトの経験はありますか？はい、私自分で言うのもなんですが、お嬢様なんです。今まで身の回りのことはこの執事が。もちろんアルバイトなどしたこともなく、でもリカちゃんというお友達がとっても頑張り屋さんで、楽しくいくつものバイトをしている姿を見て、私もやってみたくなったので。まあリカちゃんの友達なのね。そうか、ちょっと君これを持ってみてくれる？はい、かしこまりました。お嬢様、危ない。あ、危ないって、もう落ちちゃったんだけどね。すみません、本当にすみません。申し訳ないが、可憐お嬢様は普段お皿を運んだりコップを運んだりしたことがございません。そうですか。バイトをしたいっていうやる気は感じるんだけど、今のがモテないようじゃちょっと無理が。また追って連絡します。よろしくお願いいたします。それではカレン様、お足元に気をつけていきましょう。はい。フレンドリーすぎる子にお嬢様、なかなか癖の強い子が多いな。あ、最後の面接の子が来たぞ。うん、なかなか笑顔の良さそうな子だ。はじめまして、面接よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。さあ、そこの椅子に座って。はい、ありがとうございます。僕はこのお店のオーナーのケンだ。こっちは妻のバービー。バービーよ、よろしくね。はい、私の名前はエミコです。ちなみに私の漢字はこう書きます。笑うのエミに子供の子です。エミコちゃん、あなたにとっても似合ってる名前ね。うんうん、遠くから見ても君の笑顔は輝いてたよ。ところで、このお店でバイトをしたい動機は何かな？あ、はい、私パティシエを目指していて、今もスイーツのお店で実習中なんですけど、他のお店でも作ってみたいと思ったんです。それにここはお花も扱ってるって聞いて、私お花も大好きなんです。花言葉も勉強中です。なかなかしっかりしてる子だね。それに接客には笑顔が一番大事よ。よし、決めるか。エミコちゃん、君に決めたよ。早速明日から来てくれるかな？はい、ありがとうございます。期待してるよ、エミコちゃん。期待に応えられるように頑張ります、ケンさん。それじゃあまた後日。とても真面目そうないい子が来てよかったわね。ああ。ええ、とっても笑顔の可愛い女の子に決まったのよ。ねえ、ケン。ああ、笑顔も絶やさず、礼儀も正しいし、いい子に決まってよかったよ。そうなんだ、よかったね。うん、笑顔？じゃあ、お店に行ってくるよ。エミコちゃんと頑張ってね。ああ、行ってらっしゃい。ランラララン。エミコちゃん、もう来てたんだね。働き者だな。あ、ケンさん、おはようございます。ケンさんに期待されてるから頑張らなきゃって思って。いやいや、頑張りすぎて疲れないようにしてくれよ。この店にとって大事な人なんだから、エミコちゃんは。そんな、ケンさん優しいですね。ところで、奥さんのバービーさんは？
バービーはこの店には関係ないんだ。昨日はたまたまいただけで、バービーは歯医者をしてるから忙しいんだよ。だからこのお店は僕とエミコちゃんで頑張らなきゃな。二人で頑張るですって。わかりました。ずーっと二人でやっていきましょう。ところで今回出会ったのも縁だから、お花をプレゼントしたいんだ。エミコちゃんに似合うのはやっぱりこれが綺麗だな。はい。大げさだな。まあそんなに喜んでくれて嬉しいよ。それじゃあうちの奥さんにも持って帰ろうかな。これとこれにしよう。それじゃあまた明日来るから、ほどほどに準備頑張ってね。また明日。花言葉、花言葉。あー、やっぱりね。ピンクのバラの花言葉は、可愛い人、愛の誓い。そして奥さんに買っていった白いチューリップは失われた。気持ちがはっきり分かったところで、私がしなきゃならないことは一つ。ケンさん、待っててね。今日も来てもらっていいのか？ええ、せっかくあなたが長いこと日本にいるんだもの。少しでも長く一緒にいたいわ。それに昨日はお花ありがとう。バービーはチューリップとバラが好きで、俺は白と黄色が好きだから、好きなものを掛け合わせて選んだんだ。もう、ケンさん。ケンさん、奥さんを連れてきてる。早速もう話をつける気なのね。エミコもケンさんの気持ちに対して答えを見せる準備はできてるわ。待ってて。あれ、いつも早いエミコちゃん、まだ来てないのかな。おはようございます。はっはっはっ、おはようございます。ケンさん、私たちの関係をはっきりさせるために奥さんを連れてきたんですね。昨日の花束を見てケンさんの気持ち、エミコちゃんと受け取りました。え、うん、出会った記念とこれからよろしくって挨拶のつもりだけど。だから私もこれ気持ちに応えて作ってきました。私もピンクのバラにハートでケンさんへの愛を伝えます。え、バービーさんには申し訳ないけど、これからは私がケンさんを支えていきますから。まあパパもママも私を連れてってよねって。ギギー、なんでまたスマイルエミコがここに。それにこの光景、また嫌な予感が。またあんたね。今度こそ邪魔しないでよ。ケンさん、私に言ったんだからね。笑顔が輝いてるって、大事な人だって、愛を使おうって。また全部妄想。またまたまたエミコ。ああ、なんでまたあんたたちまで来るのよ。昨日あんたがバラの花束をニヤ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 見てたのを私たち見たのよ。なんか嫌な予感がして花屋さんを当たっていたら、やっぱりまた人に迷惑かけてる。すみません、お騒がせしました。エミコは連れて帰るので、また新しいバイトの人探してください。さあ帰るわよ。ケンさん、私たちは愛の誓いの中でしょ。また次の人の面接始めましょうか。ふう、まさか私のパパのことまで好きになるとは。スマイルエミコ、ほんといつもいつも勘違いがすごいなーってみんなも思ったら、評価をぜひ。スマイルエミコが私のパパを好きになるというリクエスト、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ここでみんなに問題。2番目の面接に来たのは誰だったかな。コメント欄で教えてね。また次の動画でね。